どういう声をかけたらみんなの気持ちが上がっていくか教えてください。ドリブルしているトップスピードでドリブルしている相手にどう対応するのか。どうだ。今まで一番苦労したことは何ですか。どうしたらいいキャプテンになりますか。一番何をしたかったかっていうと、やっぱりそういう文句とか言い合いをするんじゃなくて、どんなミスがあっても、どんないいプレーがあっても、とりあえず盛り上げる、ポジティブな言葉をかける、ナイスプレーだったり次行こうっていうポジティブな声をかけて、その文句を言う隙も与えない。うん、もう常にでかい声で一番いい声をかけてあげる。次行こう、いいよとか、ナイスっていうので先に言うことで、もうみんなが次のプレーにすぐ移れる。そこは一番心がけてやって、まあ、チームの雰囲気は良くしていこうと思ったかな。あるあるだよね、それね。うん、俺も、小学校の時から小中高大って最上級生になった時はキャプテンやってたけど、最初小中ぐらいの時まではもう本当ただ威張ってるだけのキャプテン。もうああしろこうしろ、なんでできねえんだよ、やれよみたいな、もうそんなことばっかり言ってたけど、でも高校に入って、まあ、周りのレベルが上がったのもあって、それじゃ多分みんなついてきてくれないなと思って、まずだから自分が率先していろんなことを先頭に立ってやってみようと思って、例えばすごいちっちゃいことで言えば、ウォーミングアップのこう、じゃあ2列に並んでって言われた時には絶対先頭に立つとか。参考にして頑張ります。おう頑張って、はい、自分なりのキャプテンね。そうだね、今なんかいろいろ話してる。キャプテンやってる時点で俺より上だからね。確かに。こうやって自粛してる中で家でできるなんかトレーニングってありますか。なるほどね、それは俺も聞きたい。なんでやん。そもそもなんだけど、すごいその質問してくれて本当申し訳ないんだけど、そういう活動をしてるアスリートはいっぱいいるよねっていう話になって、じゃあ何か俺たちでもうちょっと違うことしようよ、みんながやってないことって言ってやり始めたのがこれなんだよね。え、今いくつ？あ、5年11歳です。11歳とかでしょ。やっぱね、俺今思うんだけど、やっとけばよかったなって思うのは、柔軟性でしょ、ボール触っとけばよかったなと思って。あ、そう、そっちか。ほら、あの家とかでもただコロコロしてるだけでもいいから、ずっと触っとけばよかったなって思うんでね。やっぱね、試合中なんかとっさに出る動きってやっぱ昔からやってる動きだから、その時になんかボールタッチの柔らかさとかそういうのが出る選手って、ああ昔からそういうのやってたんだろうなって思っちゃう。いつからそのポジションをやっていますか。勝負飯はありますか。いいから言ってくれ。じゃあ、はい、負けた方が。自分の一番得意なプレーは何ですか。勉強が嫌いで、うん、宿題をやるときどうすればいいですか。宿題やりたくないですか。だから意外とサッカーともつながってくるし、まあ今言ったことがちょっと矛盾するかもしれないけど、プロになるためにはルール、そういうチームのルールを守っていかなきゃいけないから、宿題とかやりたくないことをやるっていうのは一つそういう意味では練習になるかもしれないね、サッカーの練習に。じゃあどれくらい寝てますか。そうだね、7時間半ぐらいかな。どんぐらい、両平は？7時間経つと絶対目が覚めるね。7時間だと。
わかる、でもそれ。それより短くても別に起きれる。うん、そう。なん、どんぐらい寝るの？最近は、最近は7時に起きてます。いや、何時に寝てるの何時に寝てるの？7時に寝て、7時に起きたら2時間しか寝てないからね。